今回なんですけど、友達の家に突撃して最強ミニマリスト男として断捨離やっていきたいと思います。やってっちゃうよ。捨てられてないと思うんでね、ちょっと今回はね、普通の人の家がどういう現状なのかちょっと見ていきたいと思います。物をねたくさん持つタイプらしいんで、アドバイスしてミニマリストまでとは言わないけど断捨離してね、部屋をすっきりね、お悩みを解決していきたいと思います。ちょっと断捨離のね手伝いをしていきたいと思います。着くまで時飛ばし。着きました。着きました。着いた。おしゃれなドアだ。おしゃれなドアだ。じゃあ。あ、こんにちは。今日は捨てるよ。捨てたいんだよね。いっぱい捨てたい。捨てたいよね。うん。多いんだもんね。言ってたよね。物が溢れてるの。物が溢れてるもんね。オッケー。一人じゃ捨てれない。一人じゃ捨てれない。お願いします。誰に頼みたい？最強ミニマリスト男ってこと？ね、賛否両論、最強ミニマリスト男に頼みたいってこと？お願いします、今日は。じゃあ、全部もう捨てちゃうよ、いっぱい。捨てる！やっていこう！えいえい、おぉ綺麗。綺麗。綺麗、あっあっくちゃ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 、ああ、おしゃれ。おしゃれだけど。やめてない。ああ、なんだ、捨ててやる。捨ててやって。いっぱい物ありますね、やっぱり。さすが。子供がね、これね、いるから。やっぱ大変ですよね。やめて。片付けたいとは思ってる？捨てられない？捨てられない？なかなか捨てられない。あ、そう？どこが捨てられない、一番。子供のもの。子供のもの？作品とか。あー、でもまあまあ、いや、だってまだ子供ちっちゃくて、作品捨てたらやばいよね。いや、さすがにミニマリストとしても、さすがにそれはね、やばいよ。さすがにそれは無理。さすがに無理。それは。食器類とかもなー。ごー！いつか使うなっていうプリンのカップとか？いつか使うなっていうプリンで買ったプリンの、あー、瓶？しかもめちゃめちゃあるじゃん。返却するとお金もらえるとかじゃなくて、近くにいろんなところのプリン屋さんも各場所。いつかプリンを作りたい。いつかプリンを作りたい。これはまさにだね。これ取っといてもしょうがないよね。キッチンも広くて、で、ここがやばいって見ないでほしいとか言う。へー、これ何？いっぱいあるじゃん。これ何？あ、子供のグミの型取りして、なんか作る、いずれ作るためね。またグミ作ってあげようかな。また、また自分でこのアンパンマンを使って、また買うんじゃなくてこれで自分でグミを作ろうと。いいね。すごいわ。もう、もう結局使わないもんね。もういらないね、意味ないもんね。この入れ物ちょっと汚いよね。これ衛生的に良くないよね。これだって拭くやつでしょ？これ買えよ。これ100均でしょ。もう捨てた。これ100均だもんね。これやめよ。これやめよ。オッケーオッケーオッケー。はい、これはこの、はかりがさ、こんなさ、箱に入ってるけどさ、これ使ってる、これ。目分量売れるんじゃない？ね、出そう？これ出そう。かわいいから出そう。メルカリだ。これメルカリね。これ。エプロン？これもらったやつ。そう。もらって捨てらんないみたいなのもある。かわいいかなってね。一回試着程度つけたぐらいで。これも絶対メルカリとか出したら売れるよね。じゃあこれも出すか。ね。あー、これケースこうやって揃えてんの？いや、やだやだこれ。ちょっとこれ収まってないよ。シンデレラビットじゃないんだけど。つらいよ。合皮のランチョンマット。来客用か。うん、これもずっと使ってないのね。1回も使ってない。あ、またね、これもメルカリね、売れるよね。これ薄いから、送料少ないからね、汚れてないし。これ何、このへその から
可愛くてしてる。あ、可愛くてね、木箱。あははは。何入ってる？へその緒じゃない？え、何これ？あ、ビニール袋。ビニール袋入れ。三角を巧みに四角に入れてる。別の場所にこれ入れましょうね。これ。水筒の？あ、でもこれこれだもんね。ない水筒。ない水筒の紐。じゃ、パン。これをメルカリだ。ね、ランチョンマット筆頭に、この布類、うわ、こんなに何？ハンケチとか、ハンカチーフとかいろいろあるね。かわいいのあるね。これ捨てられない。あ、これもちょっと。これ中学校の卒業、うん、旅行のお土産。中学校の卒業旅行の思い出？知らんがな。選別しよう。選ぼうね。はい。これどうですか？うん。でもスッキリしたよね、うん、ね、ちょっと気持ちいいよね。気持ちいい。よかったよかった。 OK。 料理結構するってこと？結構あるよね、包丁も各種。包丁もすごい。エッセンシャルズ可愛いでしょ。あるんでしょ。あ、多いね。やっぱあれ、インスタ映えとかあれ、パーティーパーティーパーティー好き、パーティー好き。じゃーん。じゃーんって言われても、え、ホットプ、これ料理好きなんです。料理好きなのはわかる。うん、あ、こういうの持ちがちなんだね。パーティーやるとこういうのってかさばるよね。結構場所取るよね。これ、え、箱とかもやっぱ捨てれないから。え、見てくれるの？箱ゾーン。箱ゾーン。箱ゾーンとは引くと思う。引く。箱ゾーンっていうのがあるの？収納は多いんだね。箱ゾーン。え、うわ、これは箱の墓場だ。全部箱。箱の墓場。なんかベビーカーとかチャイルドシート。あ、ベビーカーとかチャイルドシートとか。全部とかあるよ。全部の箱をね。これはやっぱり、まあメルカリとかやったりとかするからかな。箱に収めてしまいたいんだよね。そういう面では、まあ、収納場所があるならどうなんだろうな。これは賛否両論。ありますね。やっぱ子供の服めちゃめちゃやっぱある。こういうところにね、子供のおもちゃもね。まあいいね、子供のおもちゃあるからね。こうやってね、いっぱいね。これももらった。もらうと増えるよね。まあまあね、まあね、そうだよね。あ、これストック？トイレットペーパー。これコストコ？コストコ。逆に良かったね、今はね。ここにもあるし。あ、ここにも。下にもストックもある。そりゃあるな。何この部屋は？何、子供のものがすごいあるじゃん。いや、もう一階に収まりきらなかったのここにもあるんだ。もらっちゃうんだよね、やっぱ。じゃあ、もうゾーン、洋服のゾーン多いね。ミニマリストではないね、これはね。おお、え、これも急に多いな。ある、これも結構あるんだね。これ焦ってんね。もう着ない着ないね、これはね。これ着る？このロードレーディングみたいな着る？着ない。着ないんだね。これ何？こんなん着てたんだ。昔のね。これはやばいよね。教育番組だよね。選んでこ。ね。やってきます。はい。結構今捨てるのね、選んだらね。捨てるのとか、まあ売れるの多少あるかなと思うけど、結構出ました。この4箱。これね、処分できたね。すっきりしたね。よかったね。こんだけ選べたね。はい。いかがですか、これ。今回選んで出たものたちです。まあ、主に子供のものとかが多かったかな。まあ、売れるものから、このボックスはね、服とかね、もう成長してちょっと着れないかなって服とか、ね、日差しから出たいっぱいゴミとかね、そういうものもここに置いてます。でもこんだけ出たらもうスッキリでしょ、結構ね。でもやっぱ家族がやると捨てれないものもあるもんね。自分のやっぱ一人暮らしのミニマリストとはまたちょっと違う選定基準で選ばないといけなかったなっていうのは思いましたね。どうしてもね、捨てられないものってやっぱ家族だとありますね。でもどう？スッキリした？スッキリした。よかった、気分いい。うん、ありがとう。いや、こちらこそ、協力して。ね、このゴミとかに関してはね、自分が持ってって処分しますね、今日。あのね、協力してくれたんで。ありがとうございます。はい、よかったです。終わりました。
いかがだったですか、最強ミニマリスト男の断捨離ね。今日はね、一家族救いましたよ、うん、今日はいっぱい捨てました。ありがとう。はい、よかった。感謝してもらえてね。捨てたいベースで捨ててますし、本人の確認を取ってね、優しくね、結局やってますからね。はい、今日喜んでくれたってことで、じゃあもう帰りますんで。はい、じゃあゴミね。はい、ありがとう。ね、いただきました、いっぱい。これね、持って捨ててきますんでね、協力してくれてありがとうございました。じゃあね、ありがとうね。ありがとう。本当にね、本当に本当に物はね、多く持ってちゃいけないね。次はあなたの家かもしれません。今日の動画が良かったでも、最強ミニマリストいっぱい捨てたねと思ったらグッドボタン、生活の役に立つ動画もたくさん上げてますんで、また見てください。チャンネル登録してこれからもよろしくお願いします。じゃあバイバイ。